公共局第2番変路町長 D125 はフランツ・シューベルトが18歳の時に完成した初期の公共局。1813年にコンビクトを去ったシューベルトは兵役を免れるため市販学校に入り、2年後には父の学校で代理教員として働くことになった。公共局第一番から一年以上を経て、八百十四年十二月二十日に、 ウィーンで第2番の作曲に着手した。作曲の動機については知られていないが、翌1815年3月24日に完成した。すでに1814年に糸を紡ぐグレートヒエン。1815年には魔王、ノバラなどの歌曲が140曲以上作曲された。第一楽章の助走部がモーツァルトの公共曲第39番の助走に類似が認められ、 それに続くアレグロは、ベートーベンのプロメテウスの創造物序曲の主題と似ている。第1番よりも、形式の上では充実しており、旋律の魅力も増している。また、第1番の楽器編成にさらにフルートを1本追加した。スタンレー・レイフィールドはこの公共曲の規模の大きさゆえに、この曲は後の未完成やザグレートを予示すると言っているが、この点から見ると、 後期の公共曲と多くの共通点が見出せる。初演は1877年10月20日に、ロンドンの水晶宮コンサートにて行われた。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、ティンパに、言語部。約34分。第一楽章と第四楽章の定字部は長めなので、リピートはよく省略される。四楽章からなる。 ありがとうございます。